番外編、はいはいはい、これは大事だね。大事なんですよ。まあ僕がずっと長年温めてきた、はい、僕のメソッドなんでね、本邦初公開だなこれは。あ、そうなんですね。うん、これ僕のメソッドだけどね、めっちゃ気になります。はい、大王のこの YouTube の中で大人気の内容である全シャリ全シャリ、はい、はい、8割、手放すと開封していく準備が整うよってやつなんですけども、うん、はい、でも実際8割捨てるってなかなか難しいですよってすごく思ってる方がいっぱいいて、いや難しいよね、はい、うん、やっぱ家族がいる人はもう無理だからね。そうですよね、うん、やっぱり家族の協力なくして、はい、まあできることじゃないから、はい、でまたさ家族は協力してくれないから、あ、そうですね、残念ながら、残念ながら家族は協力してくれないので、はい、やっぱね自分一人でさ、はい、やっぱ奥さんは孤軍奮闘してやっていかなきゃいけないんだよね。はい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 、はい、うん、この辺がもう本当にね辛いとこだね。辛いとこですね、うん、まあ、その中でも、うん、捨てる基準、うん、手放すものの基準っていうものをもっと教えてほしいっていう意見がすごく多くてですね。ああ、そうだよね、はい、じゃあ今日は何をテーマにしゃべればいいの。そうですね、だよ、これが家の中にあったら、うん、もう今すぐ手放すみたいなものが基準があったら教えてほしいです。あ、基準ね、物を手放す基準、はい、そうだな、4つぐらいあるよ。4つあるんですよ、うん、はい、4つぐらいあるから、はい、じゃあそれをちょっと解説、教えてほしいです。解説していきましょうかね。はい、一個一個教えてほしいです。いや、まず、はい、まず、はいはいはい、そう、家の中見渡した時に、うん、もう物として使えないものってあるさ、壊れちゃってるやつってことですか。いや、壊れちゃってる、うん、まあ壊れちゃってるのももちろんそうだけども、はい、でもそういうのはまず物として使えないんだから、それはもう問答無用に手放していかなきゃいけないよ。あ、もう壊れた電化製品とかさ。そうですよね、壊れたパソコンとかさ、はいはいはい、もういらなくなったさ、もうバキバキになったさ、携帯スマートフォンとかさ、スマホとか、はい、もうそういうのあっても意味ないからね。あと謎にペン立てに、うん、そのもうインク出ないマジックとかあるよね、はい、うん、だからそういうのはもう問答無用で、はい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 、あったって意味ないんだから。あったって意味ないですね。あったって意味ない、本当にあったって意味ないから、もう物として使えるやつはもう問答無用に、はい、もう最優先だよね、はい、だってそれもさ、やっぱり意味があるからさ、うんうんうん、すごく意味がある、うんうんうん、だってもう壊れた電化製品とかさ、はい、これまたタチが悪いんだよ。タチが悪いんですよ。壊れた電化製品を平気で結構放置したりするじゃない。してますよみんな、うん、はい、もう壊れた電化製品というのはもう臨時出費だから。臨時出費なんですね。壊れた電化製品はもう臨時出費につながってくるから、はい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 、もうこれは1秒でも早く手放していかないと、はい、まあいけないよね。あ、そうなんですね、うん、リスクでしかないじゃないですか。お金出てっちゃうんですよ、うん、リスクでしかないね。あの渋ってるものとしては、あの粗大ごみ店みたいなの買わないといけないんですか、うん、あ、そうだね、250円かなんか、はいはい、出さなきゃいけないもんね。そうですそうです、うん、で、この予約したらですね、うん、まあまあ半月とか1ヶ月とか待たされるわけですよ。もううち僕が住んでるとこは1ヶ月に1回しかチャンスはないからね。はいはいはい、うん、そうですよね、うん、しかももう時間も指定されてるからね。そうですよね。で、前の日の夜から出しちゃダメって言われるんだよね。ああ、そうですよね。で、朝早いんだけど前の日から出しちゃいけないから、はい、1回逃したことあって、はい、もうそれ以来もう絶対もう即時処理でもう全部捨てていこうと思ったよね、はいはい、あの収集来てくれるところにお願いしてる。その時寝坊しちゃったんだよね。あ、そうなんですね。だってさ8時早いですね、まあまあ、早くて、はい、もうすっかり忘れちゃってね。はい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 、すっかり忘れちゃって気がついたらもう8時過ぎてたから。そうですよね。でまた1ヶ月後じゃん。はいはいはい、ありえないからね。いや本当にそうなんですよ、うん、あの粗大ごみっていうかその壊れた電化製品とかって、うん、基本的に目に入れたくないから目に入らないところに置いておくんですよ。あのね、うちよくポストに入ってるよ、その壊れた電化製品、はい、引き取りますみたいな。あ、ありますありますあります。多分ネットで検索したらいくらでもあるじゃないのかな。あると思います、あると思います、ね、引き取ってくれるところありますよね。壊れたラジカセとかさ、はいはいはい、壊れたなんちゃらとかね、はい、あります。ああいうのを引き取ってくれるから、そういう人にさ電話して取りに来てもらえばいいんじゃないのかなと思うよね。そうですよね。無料で引き取りますって書いてあったからね。あ、無料で引き取ってくれる。無料で引き取ります。めっちゃいいじゃん。うちに入ってたよ。あ、本当です。いや、定期的に月1ぐらいで入ってくるかな。あ、そうなんですね、うん、ポスティングのチラシがね。ぜひあのそうお住まいの地域と無料引き取りみたいな感じで、うん、
検索してほしいですね。検索してほしいね、はい、いくらでも出てくるよきっと。業者は無限にあるからね。そうですよね、うん、だからもう、はい、物として使えないものは、うん、もうすぐ手放していこう。うんうんうん、行こうね。であとはもうそれがもし大きくてさ、はい、自分でどうにもならないって言ったらやっぱりその業者に頼んで、はい、まあ持ってってもらうっていう選択をしないとまあいけないよね。そうですね、うん、でまあ二つ目は、はい、やっぱりこう使えるけど使ってない、まだ動くけど使ってない、まだ使えるけど使ってない、 あるじゃない。以前は使ってたけどもう使わないってあります。これいらないじゃない。化粧品は女性は多いよ、はい、もう女性の洗面台のとこ、はい、開けたり下開けたらもうサンプルが山のようにあるからね。そうですよね、化粧品のサンプルが。使えるけど使わないじゃないですか。使わないね、はい、だからあの使えるけど使わないっていうその化粧品とか賞味期限切れちゃったやつ置いとくと、はい、これがまた肌荒れに繋がってくるんだよね。めっちゃ怖いじゃないですか。そうだからもう全部捨てよう、もう使ってないんだよ。化粧品はってことですね。化粧品は、あ、そうなんですね。そうだからもし肌荒れでも悩みの方は、はい、もしかしたら化粧品が洗面台の下、はい、あと横、はい、開けた時に、はい、そこに使わないサンプルが山のように入ってるかもしれないね、はい、あの使わないサンプル、ホテルのアメニティですね、うん、ホテルのアメニティ持って帰ってどうする、はい、いらないぞ。いやいや持って帰ってる来る人シリーズいるんですよ。いやもうそれいらない、はい、うん、はいはい、やめよう。そうですね、使わないんだからもう全部手放していこう。やめてほしいですね。これ手放して肌荒れ治りましたっていうのを事後報告も来てるからね。え、台本に来るんですよ。来ますね、そういうのね。そうなんですね。もうだ因果関係あるんだよ。いやめっちゃ面白いですね、うん、だってそれ使わないけど使うその化粧品で使われてないものたちから何か来てるってことですよね、うん、そう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 、うん、うわそうなんですよ、めっちゃ怖いですね、うん、それもったいない、はい、もったいないですね。もったいないからもうそういうのは思い切って、はい、じゃんじゃんバリバリ手放しててほしいね。はいはいはい、はい、でまあ3つ目は、はい、なくても困らないもの。例えば何ですかね。もうジャニーさんの家で言えば、はい、ジャニーさんの使ってる、はい、あのパソコンのデスクとか、はいはいはい、椅子とか、はいはいはい、あとあのダイニングテーブルとか、ダイニングテーブルの置いてある椅子とか、はいはいはい、あと布団とか絶対いらないよね。いやいやめっちゃいるじゃん、全部いりますよ。びっくりした、今全部いる、全部いるし、あれ大王から買い揃えてもらった、もう大切なあれ、あれもあれですかね、備品ですかね、大切な。使ってんの。めっちゃ使ってます、めっちゃ使ってます、めっちゃ使ってます。使ってんの。大切に使わせてもらってます、うんうん、だからなくても困らないもの、はい、ある家には絶対見渡せばあるんだから。あ、なくても困らないもの。そうですね、うん、なくても困らないものあるから、なくても困らないものはもう全部手放していこう。あーなるほど、そう、もうそうですね、うん、はい、だからそういったの本当見渡せばねあるんだよね。こう見渡してよく見てみてもさ、はい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 、使ってると、はい、勘違いしてるけども実際は使ってないんだよ。え、お守りとかってどうですか。お守りいらないでしょ。はい、なんか使う なくても困らないじゃないですか、別に。何か使うものじゃないし、うん、あれって、うん、でしかもお守りシリーズの中で、うん、自分で買ったのはなんかあれなんですけど、うん、でもなんか人からもらうものとかあるじゃないですか。いや僕もよくもらうよ。そうですよね、お守り、はい、うん、いただいたレースは、まあ、いろんなのつけたりするけどね。はい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 、うん、基本的には自分では買わないよね。あ、大変、お守り自分では買わないんですよだって守ってもらってるもんだって。ああそうですね。だって僕はもう自分のご先祖様もそうだし、自分の守護霊も指導神も、はい、守護神もみんな信じてるから守ってもらえてるからね、はい、確かに。だからそういうものに頼る、ね、僕は必要がないから。なるほど、うん、そうですね、うん、じゃあ今考えたらそうですね、うん、本当に守る、その守ってもらう必要がねえなって思ってるもの、うん、そうね、はい、だからなくても困らないもの、なくても困らないもの、これはもう手放していく、はいはいはい、まあそれで4つ目が、はい、まあ今の自分はもう昔は使ってたけど今の自分は使わないものってあるんだよね。あ、なるほど、うん、今はほら趣味が変わっちゃったとかさ、あ、服だとか、そうそう、ジャニーさんみたいに急激に太ってしまったとか、はい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 、急激に腹が出てしまったとか、使えないですね。そうそうそう、はい、今の自分では使えない、今の自分は使えないってものも、はいはい、これもまだ手放していかなきゃいけないよね。あ、なるほど。そうだからジャニーさんなんかもう服が入らないはずだからね。そうですね、うん、閉まらないからさ、なんかクリップではめてらっしゃる。すごいっすね、クリップではめるんですね。しかもそれで何万人か見る YouTube を撮影してるんですよこっからこそ見えないから、不てぃやつですね。もうジャニーさんもチャックも全部下ろしてやってるから、チャックも全部ね、全部下ろしてるからね。いやいや本当にすごい、うん、大王の隣でパンツで僕は撮影してるんですね。パンツでね、もう丸出しでやってる、ね、丸出しで、そうなんですね。異臭漂う中でやる。いやいや本当に大王にご迷惑をおかけしております、うん、本当に、うん、
まあだからね、はい、そういった意味で本当今の自分は使わない、うん、使っていない、うん、使えない、うんうん、もう全部いらない。そうですね。だからバーゲンの時とかに魔が差して買っちゃったりするんですよね、うんうん、そういうのって。でも行かなくていいでしょ。はい、そうですね、やめましょう。本当にこれはもうみんな言うけども、はい、やっぱり家の中が、うん、まあ、本当にそのいらないものを手放していくと、うん、やっぱりね、家と頭の中ってリンクしてるから、うんうん、家が綺麗な人って頭の中もスッキリするからするのね、はいはいはい、そうすると余計なものは絶対買わなくなるんだよ。あ、そうだって頭すっきりするから、はいはいはい、そうすると今まではもう物が満ち溢れてるから、はい、家の中が物満ち溢れてる人ってもう頭の中もぐちゃぐちゃだから思考回路がまとまらないんだよね、はい、だからそれが家の中がすっきりしていくと頭の中も整理されていくわけだよ、はいはいはい、だからそうすると余計な物は絶対買わないんだよね。あ、そうなんですね、うん、だから物減ると本当今までだったら何にも考えないで買ってるけども、はいはい、家が片付いていくと、うん、買う前に考えるんだよ。あ、これ本当に必要なのかなって。なるほど、うん、だからこれ本当に必要なのかなってこう自問自答して、いやいらないわって言って買わなくなる。ちゃんとしてますね。だから これが正常なんだけど、はいはい、家の中に物が満ち溢れてるからそういうのがもう麻痺しちゃってんだよね。ああ、そうなんですね。そうだから一回物が減っていくと本当思考回路がすっきりするので、はい、いるものいらないものっていうのがもうはっきり分かってくるから、はいはいはい、だからすごくよ臨時出費じゃない、そうやって。だって使いもしないのにさ、今だったら平気で買っていた、はい、けれどもそれが買わなくなるわけだから。そうですね。そうそうですね。 お金が出ていかないさ。いや本当ですよね。 いいことしかないじゃない。もう徹底的にね、はい、まあ、やっていただけると頭の方もすっきりしてくるんで、はい、うん、そうですね。いいと思いますよ。僕みたいに丸出しに、はい、ぜひ、うん、で、あともう一個番外編があるんだよね。え、だよ、4つまでじゃなくてさらにあるんです。なんか今ちょっとひらめいたんだけど、ひらめいた番外編、はいはいはい、これは大事だね。大事なんですよこれは、はい、まあ、僕がずっと長年温めてきた、はい、僕のメソッドなんだよね。本邦初公開だなこれは。あ、そうなんですね、うん、これ僕のメソッドだけどね、めっちゃ気になりますそれ、うん、女性は本当に洋服が、はい、特におしゃれな人とかはもう本当洋服たくさんあるから、ありますね、なかなか手放せないと、はいはいはい、まあ、こんな時にどうしたらいいかっていう、はい、使えるメソッドがあるんです。使えるメソッドがめっちゃ最高じゃないですか。一つあるんだよね、はいはいはい、でもこれはね真似しないでほしい。真似しないでほしい、うん、はいはい、これは著作権は僕にあるから。ああ、そうなんですね、うん、はい、洋服とかもうクローゼットとかね、いっぱい入ってるじゃない、はい、入ってます。でその洋服を全部引っ張り出してきて、引っ張り出します。一つのとこに固める、山のように山にするんですよ、はいはい、全部引っ張り出してきて、はい、全部山に、山に。でそれを一つ一つチェックしていく。チェックします、うん、はい。どうやってチェックするかっていうと、はい、ときめくのかときめかないのかって。こんまりさんのじゃないですかそれだよ、パクリですよそれ。なんで問題、これ本邦自分で考え、え、読んだことないんですかね、あの心ときめく片付けの魔法を読んだことないんですか。あの名著、このメソッドもあるの。もうありますよ。あれもうあれあって、しかもめちゃくちゃ有名です。本当、はい、このもの…じゃダメだ。あ、そうなんです。これ発表できないんだ。あ、そうなんです、そうなんです。著作権は大王にはない。ないっす。あれ、じゃあもうときめくかときめかないか。はい、ときめくって置いておくってダメだ。はいはい、これまさにこれ、この状態を見たことあります。本って読みました僕は。本当に、はい、そうか、ベストセラーなんで、あの本。ああ、これはじゃあダメなんだな。はい、ダメです、ダメです、ダメです。これはパクリか。パクリなんですよ大王。残念だな、本当に。あの本読んだことなかったんですね。なかった。それ意外でした。ちょっと、はい、メッセージが降りてきたけど、はい、自分のじゃなかったんだ。そうです、そうです。他人のメッセージが降りてきた。そうです、そうです。守護霊様もなんか勘違いしちゃった、ね、そう、勘違いしちゃったんですね、うん、もう先に出してる人見ました、それ。まあということで、はい、まあね、思いっきり手放していってほしいなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。